あ今週も始まりましたザ・ヒット磯部君彦です。よろしくお願いします。そして解説は福本さんでございます。はい、よろしくお願いします。そして今週もですね、木本敏美プロゲストでございます。はい、よろしくお願いします。先週はですね、番組1500回記念ということでですね、いろんな懐かしい映像をたくさん放送しましたけれども、どうでした？ね、懐かしい映像深いでしたね。本当に思い出が出てきます、ね、いっぱいね、うん、どうでした木本君？あの若さをもう一度はい、全身の星になりながらしかし今週はですね、選手引き続きまして、はい、なんとなんと私2人でですね、高知県のサメ浦湖商工どうなったのか見どころどうぞ。はい、いっぱい釣れましたね。いっぱい釣れました、はい、どんな風に釣れたのか広告で。それでは VTR どうぞ。1500回迎えました。はい、早かったですね。はいいきなりましたね。クロアラベテ、これでかいですよ。まあまあですね。ねえ、かえって1頭目やからね。はい、はい、ありがとうございます。来た、また来た、イレブリーモードや無限に行くんじゃん、その強いやつやったら。そんなこと言うと飽きません無限に行きませんから。だいぶ上流上がってきましたけども、はい、はい、あ、本流の上流、はい、ちょっとこの辺からやってみます。18番、もう18番になりましたか。もういきなり、いきなりもう伝統ですね、これもう肩言わすと思うけどね。まあ言ってみます、もう前半ノルに乗ってるからね。よっしゃ、あ、バレた、バレたわ。ちっちゃかった、出ましたね。一瞬乗ってバレた、バレた、35ぐらいです。ここはなんかえかいですね。ここはインレットなんで、まあまあ嫌うかもしれないですけど、わかんないですね。僕はジャックハンマーで、はい、ジャックハンマーの方が奥の落ちますから。はい、ありがとうございます。ああ、滝が流れてきてますか。一番ええとこ入りましたよ、磯部さん。釣れるわ、反転流です。来ましたか。やったね。来ました。巻きもんで。ちょっと待ってくださいね。ゆっくりね。ゆっくり。そんな大きくはないです。いや、大きい。ちょっと。よっしゃ。ジャックハンマー。ありがとうございます。よし、SB やね。SB。よかった。ジャック SB。届きなった。そこやもんな。まあ、ありがとうございます、本当に。念願の、念願のジャックフィッシュ、ジャック SB ですね、これ SB ですよ、はい、ラストエースの一年間は相性がいいですね、これ、はい、急にバーンと来た、いや、そういうもんですか。やってください、まさにアリバイさんよ、はい、来た来たラテやネット行きますか。行きません。いません。はい、おー、やった、出た、ラット魚来た。京一が絵に描いたようなストライクで、絵に描いたコースでくるんちゃうんと思ったら来た、ね、今水撒いてるあたりですか、どういう感じ。そこ水汚れてるとこです。水汚れてるとこにレイダウンっていうか倒木があって、倒木の隙間通ったら出ました。釣り日和でした。これは僕贅沢しすぎとか見てたら贅沢違ったんで。ああ、いないのか。あんまり物に強いとかおらんかもしれないね。え、濁りですよ。1500回記念が自分バッチョフィッシュ釣れてほしい。出た、巻きにおると思ってましたわ。あ、出ました。あ、あれでまた見事で出ましたね。食うと思ったわ、あの木の向こうやからね。
壊せないですよ。そっち回すわ。回してる場合か。これ、ね、ネットは。おきゃ。お見事。やった。いやガリクソンさんやった。めっちゃ。ゴンザレスやけどガリクソン。あ、いや痩せてますな。痩せてるね。なんかあったよ。悩み事かな。悩み事はあったかもしれませんね。悩み事ありましたね。ペラペラすぎるの長い。もうやっぱりお見事でしたね、ジグマン長。うわ、ベイトイ通るのさ、溜まるとこめっちゃ溜まるんで。うわ、あくびした。え、もっぺん入れるわ。ちょっと磯部さんね、ちょっと投げさせ、出たね。これはしかしこれまさにバスフィッシングだよ。これは素晴らしい景色やな。おーっと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 当たりました。鯉でした。え、鯉だ。こんな鯉が追いかけてきた。びっくりした。もうきた。狙い通りや。なるほど、狙い通り。俺あの裏側の車道に佇んではったわ。この人岩の裏の車道みたいなことですね。ええやつやわ。ええやつ来たで。あ、バルサやわ。よい、どん来た。あの岩の裏についてもね、ついてましたね。あのドリフトしてペラだけ回したんで、グッドグッドコンディション。すごいな、頭がですね。頭がズボンいってるもんね。ちょっと技フィッシュでしたね。狙い通りね。すごい流れやな。明らかに寄れてるもん。来た。あー、巻いてる。このわけのわからん木に巻いた。え、いや大丈夫ですよ。行きました。ネットいいですか。いいです、全然いいです。巻いてもう多いよ。どんだ。うん、若い。青臭い人です。青臭い。そのまましてる、そのまましてる。おるな思ったらおるんよね、やっぱりね。寄れてるとこに。まあ、あの僕の予定ではあのこれ夕方近くぐらいに、うん、あの締めると。デカバスで。デカバスでね。はい。新打ちが、新打ちはね、やっぱり最後で。そうですね。そうですね。いや本当によく釣れてますけど、僕横にいました。ボートの上でね、本当に勉強になりました。僕は伊沢さんも念願のね、巻物釣ってましたね。巻物で、あれであのぐらいです。僕はジャックハンも SB 釣れたかったんですよ、ね、よかったです。嬉しかった。よかったですね。はい、どうでした前半振り返って。まあ流入が増えたんで、はい、濁りと勢いを回し、濁りとね、流れの勢いを増したんで、はい、寄れるとことかそういう場所がもう完璧に読めましたね。とにかくね、ルアーのローテーションが早いんですよ、はい、で僕がリグってる間に、あ、釣れてんのかなみたいなね。ものすごいラッシュでしたね。パパパッと。そうですね、ラットアーマーもこう釣れるやろなっていうところで出ましたし、はい、まあ、ジグはね、もうここ落としたら食うわみたいな感じで本当に出ましたね。ほんまに僕はものすごい勉強になる。5年分ぐらい勉強になりましたよ。はい、後半が楽しみです。はい、日本バス100点入れたんだよ。普通に言ったら釣れんちゃうかな、これ。普通でカニを食うよね、結構ね。ほう、カニ食うで、ジグだから好きやね。白いなバスが。白い白い白いって、うん、はい、あ、釣れました。白浜に青白いバスやったわ。ほら、これ珍しい色やな。
これ見て、ブッキングが深すぎるって。まあ上陸でつけたら、てか全部4乗馬やな、特段は出へんけど。はい、ありがとう。苦手だから大きい方がいいんですよ、絶対に。じゃあ、あのお借りさせて、はい、お借りというか、そのいただくことがいや、いいんですよ、その全然なくしますんだよね。トーマと僕、タックルにめっちゃ用具入れてきてるんですよ、だから使ってほしいんですよ。あ、それは素晴らしい。ジムで釣ろうと思ったら、何かを狙ってやってください、常に、はい。ま、あの、漠然と投げるのと違って、あの木の下とか、岩の岩ギリギリとか、はい、そんな感じで、はい、そこをついて、ちょっとだけ待ってからトーントーンって2回ぐらいやったら、もうピックアップでいいと思うんですよ。はい、だいたい落ちる時に食べてるんで、ちょっと下る速度、こっち見て走っとったわ。はい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 、結構これはあの分かりにくい当たり、軽くなった思ったらこっち見て走ってました。もう何本目か分からなくなっていたわ。ね、全部同じ金太郎やね。これ40あるかないかぐらいやけど、うん、綺麗ですね、魚は。魚綺麗な魚ですわ、これ。はい、本当ほら、ね、うん、これ無臭の人やな。須ヶ崎の奥ですね。はい、ここ綺麗な水やな、これ。水はめちゃめちゃ綺麗ですね。めちゃ綺麗ですね、これ。うん、こバスだらけやで、ここ。はい、何が。で、バスいっぱい、小バスいっぱい、まあ、小バスが30センチぐらいあるがいっぱいおるんですけど、この私のこの小田ごとバスが来てん、はい、枝とか引っ掛けたらいっぱいついてくるんですよ、修正で。なるほど。丸太とか引っ掛けたらでっかいついてきますもん、これね。本当にね、こんなもん釣るよって。大体あの僕の場合ロケ行ってたら気釣りますから。そうですね、そうですね。僕は魚釣れましたよ、ほんでも。ほら、あ、ほんまや。僕反則したらカバークリーパーの重たいやつ今作ってるんで、うん、これいいやつよ。ウェイ、綺麗ですよ。もう何匹目か分かりませんね。僕も5つったら分かりへんのですよ、5畳になったら。なお5畳がいっぱいになるんで。バグデカードが折れへんのよ、でも。来たわ。ちびっこやな。ええとこ通ったわと思ったらね、もうお見事です。鬼ゴリ巻きしたんで暴れる間もなく上がったわ。でもな、なんかトップやからバグでかいっていう感じもないねんね。いい魚やで、ほんでも全然な、40倍から。うん、コンディションいいしな。まあでも嬉しいですね、これ。あの、試作のやつやからね。うん、ちょっと止まってる時間やな。全然あったで、うん。来たか、来ましたか。はい、やった。よいしょ、時間かかったけど、やっと来た。やった、11や。ありがとうございました。やった。ありがとうございました。見事に上顎かかっとるな。完璧ですやん。完璧です。今日初バスかな、もうございます。忘れてしまいました。それ忘れすぎですよ。いや、本当ありがとうございます。ジグで釣れた、巻き物で釣れた、もう言うことないわ。キャスティングジグ、はい、ました、2分の1。2分の1、当たり分かりましたか。分かりました。コクンというか、ちょっと、はい、お、よかった。はい、毛が出てきましたね。お、出た。これは来ましたね。
佐々木さん来ましたね。激後ろは遅かった。後ろに、おお、さあちょっと細いやばね。あ、顔が打ってるし深すぎる腹筋がね何もかわからんわほんまに。ジムフィッシュやっぱりジムいいですな。マキモもジムもね、やっぱりデカの出ますね。やっぱりそうですね、カバクリの台を作ってるので、まあ、実験中やから。あと10センチ奥に移りますが、これ行きましょうか。ゴミ、はい、ゴミとかゴミとかね、こういう感じで了解しました。最後これでね、お前エンジャブ来るからもう御の字よ。もう大きいな。よっしゃ、来た。もういっぱい来てる。あ、バレた。来ましたよ。ったやった、やった。はい、取るわ。いや、こんな大きいやつ。30後半ぐらいありますけど。いや。よう暴れるな、これ。あれ40来た。大きいって。ほら、出た。ほら、ちょっと大きなりましたね。大きなりました。今日一やね、間違いなく。やった。これはどれぐらいや。まあ、弱40弱、35は。40弱、来ましたね。来ましたね。見事ですね、これも。やった。やりました、ありがとう。本当にありがとう。ありましたね。見事にかかっとる。40ぐらいあるんじゃないですか。はい。もう写真撮るわ。僕が釣れるぐらいですか。石子さんは撮らなかんね。僕も映るわ。1500回記念やからね。よかったです。よかったです、ほんまね。よかったです、ほんま。今おったんちゃうんか、後ろに行きそう。おった。おらへん。やめた。あら。うるるるる。ママや。ママ大きいして。うわ、おー、帰ってた。出た。これはもう、あ、今日一エレバスですね。ダブルヒットになるかもって、ダブルヒットのサラダも一瞬思うてきね、日本で取り合ったから。あ、ほんまですか。例の出たわ。ね。後ろが来てますもんね。あ、来てましたね。巨大セミクジラ君。練習中でも。今日でもそれ大活躍ですね。今日その分はね。ね、肩選べるんで、まだスーパーは出へんけど。いいのが出ましたね。よかったです。はい。よかった、よかった。上がりでね。上がりです。ありがとうございます。ありがとうございました。本当に1500回に素晴らしい超過ですね。本当にもう晴天に見守られましたしね。天気が良かったですね。私個人的には、はい、ロケ何回か出てますけど、この番組で、はい、最高のバスの数でございます。超過です。それは良かったです。はい。それまさにアニバーサリーと言いますかね、おめでたい、はい、千学科にふさわしい、ふさわしい、本当に今日は VTR でした。ありがとうございます。どうも今日本当にありがとうございました。はい、いや本当に大満足のサナヨコでした。ごまるでした。ありがとうございました。最高に当たりましたよね。当たりましたですね。最高でしたね。本当です、はい、では今回のヒットルアーのご紹介、まずは私がこれ釣りましたジャックハンマー SB 2分の1オンスとラストエース 128S の組み合わせです。こちら、はい、流れの夜に磯部さんのキャストがバッチリ決まりましたね。よかったですね。はい、よかったです、はい、でこちらですね、キャッシングジム2分の1オンスとキッカーバグ41の組み合わせです。はい、強い流れに流されすぎずにいいところに落ちて、あのバスに発見されやすいボリュームでしたね。重さ良かったですね。重さが良かったです。そしてこちらプロトのカバークリーパー 10.5g とキッカーバグファットベイビー 3.31 です。はい、コンパクトカバージュのちょっと重たいサイズ作ってます、はい、これはもう反則でしたね。使うのはね、バイトがすごく多かったです。デカの釣れましたもんね、これで。はい、そしてまだまだありますよ。コンバットラットです。はい、はい、コンバットラット、これ面白いルアーですね。面白いです、本当にね。強い流れをちょっと遮断して巻くようなところに引っかかってる倒木の脇を通したんで、あ、これ出るぞと思ったらドバンと出ましたね。気持ちよかったですね。はい、気持ちいいバイトでした、はい、そしてこちらですね、プロトタイプですけれどもクローラーベルトです。
クローラーベイトね、まあ、クローラーベイト私初心者なんでこれ面白いんです、はい、ずっと使ってるんですけど、はい、最後の最後に来ましたね、はい、でちなみにこのロケ終わってから池原行ったら、はい、60が釣れました。これで、はい、これで釣れました、ね。これまあプロペアからこれどんどん進歩しますね、はい。進歩しますね。楽しみです。はい。まあしかし今回僕本当にねまあ、ガイドしていただきましてアクアイルのサメアロコでよかった、いい釣果です。僕個人的にはあれだした。いやほんまに良かったですね。はい、ほんま良かったです。はい、ドキドキしました。もうジグルダブルヘッド惜しかったですね。ダブルヘッドね。ダブルヘッドの僕はちょっと合わせ良かったですね。すみませんでした。いやとりあえずそれにしまして本当に楽しいロケでした。はい。ということで、はい、ヒットポイントはこちら。さて今回のポイントはこれでしょう。私も木本プロも大満足バス釣り天国サメ浦港ですね。はい、良い日に当たったんですけれども、はい、サメ浦はバスが非常に多いところで、はい、登録制で管理されてるんで、はい、魚が比較的釣れておらず、はい、釣りやすいところですね。はい、はい、この映像を見ると行きたくなりますよね。はい、まあ、今おっしゃいましたがボートはまあ登録制ですけれどもレンタルボート屋さんですとかねガイドさんもいらっしゃいますのでぜひこの夏サメ浦港でバスフィッシング行ってほしいですね。綺麗なところですよ。はい、はい、いや本当に、ね、放送1500回記念ということで西に渡りましてねサメ浦港の聴講をお届けしましたけどどうしたですか。最高に楽しいですね。楽しいですね。バス楽しいですね。やればやるほど楽しい。飽きないでしょ。はい、飽きませんよね。VTR 見たら行きたくなりますね。なりますよね。行きましょう本当に。ね、ということで来週はナミちゃんでございます。和歌山県のスーパーロコアングラー福島直樹さんと豪華ナムで夏のリザーバーに挑戦。福島さんはどんな方でしょうか。そうですね。和歌山の中で一番うまいんちゃうかっていうようなスーパーバスアングラーね。英語も聞いた。はい、ということで来週までさようなら。あれ全部バスですよ。今の今の全部。ちょっと待ってむちゃくちゃ空いてるんよ。見てすごいデート大変ですよ。うわー出やん。お出た。おっしゃラット出た。だいぶいいサイズ。